ちはのぶです、今日は暑かったですね、この暑い中をね、近くの商店街、大山商店街なんですけどね、ここのハッピーロードを行ってまいりました。ここはね、東武東上線のその池袋から非常に近いんですよね。で、まあこのアーケードが結構大きくて有名なんですよ。ちょっと歩ってみましょうね。総延長がね、560m、 長いですね、本当にね。1日のお買い物客、お客様ですね、2万5000人なんですって。ずいぶん集まるでしょ。これがね、日曜日になるとものすごい数でね、ここが歩けないくらいになるんですよね。そう、ここが私の行きつけの、ね、八百屋さん。安いんですよね、すごく安くてね、いっぱい買っちゃいます。ここはいつも利用する店ですよね。いやー、自転車が多いですね。ちょうどね、3時頃だったんでね、皆さんお買い物で自転車で来てましたね。結構止めちゃうんですよね、こういうところにね。で、まあ、なかなか歩きづらいんですけどね、まあ、今回は手持ちの移動撮影いかがですか。だいぶ揺れてるでしょ。なかなかうまく撮れないんですけどね、まあ、そんなこんなで、街歩きしてますけどね。どうですか、ここの商店街は。結構楽しい場所ですからね、皆さんも一度来てくださいね。大山のハッピーロード、楽しいですよね。ここなんですけどね、池袋駅より、東武東上線で、5分、近いですよね。3つ目の駅なんですけどね、大山で、降りてください。すぐ目の前にありますので、一度皆様、お越しください。